動画撮って大丈夫ですよね。あ、大丈夫です。アップしても大丈夫です。あ、大丈夫です。はい、で1日2回とりあえず3日分出しますね。はい、で明日は1回見せてください。わかりました。で1日2回飲む方にはエンロフロキサシン、エンロフロキサシン、これはあの抗生剤ですね。はい、でプレーリーが使っても大丈夫なやつですね。それからあとメトクロプラミド、これもよくプレーリーに使う胃腸の機能を高める薬です。胃腸機能を高める。それからあとは総合ビタミン、あとタウリン、まあ、タウリンはちょっと肝臓を元気にするサプリですね。それからブドウ糖、ちょっと甘くしてありますね。それからあともう2つね、プロバイオティクス、これはヨーグルトかという書いてあるんですけど、あの腸の善玉菌です。で腸の善玉菌を補ってあげて腸の環境が良くなると、僕らもそうだけど免疫力が上がってくると、自分で治す力が上がってくると。あ、しまった、トランサミン分母しない、トランサミン30アガリクス、キノコですね。はい、でキノコ類にはベータグルカン、私たちが食べるシイタケとかもそうだけど入ってるんですね。でアガリクスは結構たくさん入ってます。でこのベータグルカンもやっぱり治す力を高める。ちょっと私忘れてた、トランサミン、これ止血剤です。これを入れておきます。で1日2回、はい、で今日の夕方から、はい、夕方、明日、明日の朝と朝晩です。朝晩で、はい、からこちらの薬は1日1回で今日の夜からやってください。だから夜はこっちとこっちと2つね。はい、で注射器で、あ、そうそう、あります、 あります、はい、シリンジ、そうそう、お水で溶かしてやらんとやれないよね。はい、メロキシカム、これは消炎鎮痛剤、はい、でこれもよく使うますね、プレーリーにはね、消炎鎮痛で、消炎鎮痛剤に大きく分けるとステロイドと非ステロイドとあるんですけど、これはステロイドじゃない方ですね。非ステロイドの消炎鎮痛剤、こちらにもちょっとブドウ糖が入ってますね。これで3日分今作ってますから、はい、ちょっと待っててくださいね。はい、じゃあ注射器出さなくても大丈夫ですね。と思います。大丈夫、はい、いや、出しといても全然構わないですけどじゃあ 1本出してみましょうか。はいはい、じゃあ 3cc のやつね、1本出しておきますか。多分ね、0.5 から 1cc ぐらいの水で溶けると思います、ね。はい、なるべく少ないので溶いた方が楽ですよね、はい、実際の。そうで、また出るかもしれません、はい、要はガシャガシャだから、ちょっとね、今日はつけといて、明日の朝ぐらいまでは、はい、ただずっとつけてられるかどうかが難しいんですよね。だから取っちゃうかもしれないんですけど、取ったらまたつける。だからつけると今度それのストレスでさ、食欲が落ちたりする可能性もあるんですよ。はい、だからそれでよく、あの今まで通りちゃんと食べてるかどうか、実際何グラム食べてるかというのをチモシーと、はい、ペレットとそのチモシーの塊はチモシーと踏まえたい、はいはい、見てほしいんですよね。でちょっとぐらい具合が悪くてもご存知だと思うけど、元気がないのは見せませんからね。はい、元気そうに見せてても実際は体重が維持されないとか、そういうことが結構あるんで、で何歳だっけこの子、4歳 ?3歳18年の3月4歳ですね。はい、うん、4歳で、まだシニアじゃないけど、5年過ぎたらシニアですから、もうシニアのちょっと前ということです。あの寿命が違いますよね、若そうに見えるけど。で体重は1100だから、前なんかいくつだったんだっけな、前に。前、まあでもそうか、終わらない。ちょっとどんどん落ちてって、はい、でもここで最後に測った時も1163、1900、僕は1997だから、1週間ぐらい前まで1200ぐらいあったんですけど、まあだから体重は気にしてみてもらった方がいいです。その移り変わりね、1200になったり1100になったり、まあ1200とか1100ってちょっとこっかりなんですよ、実を言うと。はい、でもそれでいいですから、はい、それを痩せさせようとしないでください。わかりました。要するにもうじき 5年過ぎてシニアになるとさ、嫌でも減ってっちゃうんですよ、維持しようと思っても。だからで減らさないようにするためには、チモシーを 2% 以上食べること。そう、チモシーをたっぷり食べると、それがタンパク源になるわけですね、もう腸になって。そういいタンパク質を取って筋力を落とさないようにしていってほしいかなと。これは多分前にも言ってるかなと思うんですけどね。はい、もうじきできますね。じゃあおかけになってお待ちください。ごめんなさいね、ちょっとバタバタ。